はい、こんにちは、団長です。今日は2021年3月8日の月曜日ですね。今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、ではまず日経平均ですね。はい、8日の東京株式市場で日経平均株価は、下落しですね、前週末比121円安の、28,743 円25銭で終えたということです。高止まりする、アメリカのですね、長期金利や、金融政策の行き先を確認したいとの見方から売りが強まったということですね。アメリカの景気回復への期待感で朝方は高く始まったが、アジア株の下落などからのリスク回避の動きが次第に優勢となったということです。2月の4日以来約1ヶ月ぶりの安値となったということですね。はい、アメリカの雇用指数の改善や、追加経済対策が、上院で可決したことを受け、週明けのですね、日経平均は高く始まったということで、はい、一時は400円近く上げる場面もあるなど買いが先行したということですね。はい、ただ一方でですね、買い一巡後は、アメリカの長期金利の先行き懸念から売りが強まったということで、下落していったということですね。東証一部の売買代金は概算で2兆9862億円ですね。売買高は15億1102万株だったということです。東証一部の値下がり銘柄数は約889、全体の約4割強だったということです。値上がりは1211、変わらずは94銘柄だったということですね。はい、では早速チャートの方を見てみましょう。3日ですね、連続陰線ですね。陰線、こちら陽線なんですが、今日ですね、価格は下落しているといった形になっております。先週ですね、金曜日の時点で一旦ですね、青に刺さったので、その後ですね、跳ね返るかなと思いました。今日ですね、寄り付きは、かなり高いところまで行ったので上げ中心かなと思ってたんですが、やはりですね、午後から、次第にですね、元気がなくなってきて、結局は陰線つけてしまったといった形になっております。はい、ということでですね、ちょっと日経平均もですね、先行きが完全に怪しくなってきてますね。もう3万円はいかないかなというような、諦めムードもついてくる中なので、引き続きですね、下落していってもおかしくないかなと考えております。今上から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ですね、というような形で、頂点からすると14日間下落し始めているといった形になっております。はい、今日もですね、団長が注目したい個別銘柄についてですね、何点かピックアップさせていただきましたので解説していきたいと思います。はい、では早速いってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は2782のセリアですね。セリアも団長ニュースでですね、何度かご紹介させていただきました。このあたりですね、1回2回3回と何度か当たってますので、この安値を割ってくると下落するかなということでコメントさせていただきました。で、この後ですね、ここからずっと下落してるんですね。で、今一旦3400円の節目に当たって、上昇を試みてあるんですが、今日ですね、また逆下半身発生しているといった形です。今日のポイントとしては、一旦下げ止まった、移動平均線ですね。平均線、失礼しました。ローソク足ですね。下げ止まったローソク足が、ここですね、ここで一度ですね、急回復するんですね。急回復して、上げにトレンドが転換するかなと思ったんですが、やはりですね、残念ながら緑に到達することもなく、再度ですね、逆下半身をつけたといった形です。こちらですね、3400円また割ってくることがあれば引き続き下落トレンドかなと思いますね。少し引きの形で見てみましょう。こういった形ですね、セリアはずっと上がってましたね。ずっと上がってて、5000円の大きな価格の節目を境に、そこからですね、ずっと下落してるんですね。本当に取りやすいような形とってます。で、ここからここまでですね、少しボックスになるんですが、今また下落しているといった形になりますので、セリアについてはやはりですね、完全に下落トレンドの中にいますので、やはり買い目線ではなく売りでですね、しっかり取っていく方がいいかなと考えております。はい、週足です。週足で見てみますと、今こういった形ですね。移動平均線、紫の100周線でなんとかサポートされていると。おそらくですね、価格としてはこのあたりが3400円ということですね。で、今まもなく青と緑がクロスしてしまったといった形になっています。ということで、やはりですね、週足で見てみまして、日足に戻りますが、3400円ですね。この価格の節目を割ってしまうと、週足ベースでももちろん戻ります。検証動画第1弾の紫割れを起こして、さらにですね、下落していくのかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6752のパナソニックですね。パナソニックも順調にずっとパンパカパンで上げてたんですが、1500円の節目からおかしくなってきてしまったと。下落ですね、下落してる。で、今日ですね、ここがポイントだと思いますね。一旦下落して、この後下落したんですが、
ここでですね、一旦もう一度戻るんですね。でこの後陽線つけて、ここでですね、緑に当たって、この後ですね、もう一つ上に行けばですね、パンパカパン復活というところだったんですが、今日ですね、陰線つけたといった形です。明日以降ですね、こちら逆下半身をつけてしまえば、相葉先生の逆日大の形が形成されますので、パナソニックについてはですね、明日以降陰線つけたところ、もしくは逆下半身がしっかり出たところでエントリーしてもいいのかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3038の神戸物産ですね。神戸物産は、リスナーの方にですね、ご紹介させていただいた銘柄だと思います。こちらですね、2800円の価格の節目で、もじもじしてたんですが、今日ですね、また、陰線つけてしまいました。今日ですね、断腸のポイントとなるところは、注目したいところですね、こちらですね、紫と青がクロスしたといった形で、今日からですね、逆パンパカパン完成といった形になっています。ここですね、週足ベースで見ると、わかると思うんですが、こちらですね、青の、60周移動平均線もしっかり割ってきてしまっていると。この前の週ですね、なんとか持ちこたえて上昇かなと思ったんですが、今週ですね、月曜日、まだ月曜日なんですけど、割り込んできてしまっているといった形になってますね。という形になりますので、こちらですね、逆下半身形成しましたので、狙うんであれば、ここですね、前の安値、2735円を明日以降ですね、割ってきたら、これはですね、まだ下落止まんないのかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9143の SG ホールディングスですね。こちらもリスナーさんにご紹介していただいた銘柄になります。2500円のですね、ここの価格の節目を割れ込んできてしまってて、今ですね、こういった形になってます。で今日ですね、またしっかりとした陰線をつけて、前の高値ですね、この辺、失礼しました、木曜日金曜日の陽線を打ち消すような陰線が出てきてしまっているといった形です。こちらもですね、先ほどの銘柄と似ている形で、紫と青がですね、まさにクロスしてしまったといったところまで来てますね。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと2500円ですね、やはり価格の節目として効いてはいたんですが、これを割り込んできてしまっているといった形になりますので、 SG ホールディングスですね、今週以降もですね、引き続き下落トレンドが止まらないのかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は2413の M3 ですね。こちらの銘柄についても8000円ですね、今日の節目、8000の価格の節目ですね、金曜日の時点はなんとか食いとどまったという形してたんですが、今日ですね、大陰線つけてしまったといった形で8000円を割ってきてしまっているというような状況ですね。移動平均線の並びは上から青、紫、緑、赤ですね。まだ綺麗な逆パンパカパンではないんですが、しっかりですね、紫割れも起こしてますし、価格の節目8000も抜けてしまっているといった形なので、こちらもですね、注目したいなと考えております。週足で見てみますと、下からですね、紫、青、緑、赤のここのパンパカパンですね、長期目線で見たパンパカパンが今崩れているといった形ですので、利確売りがですね、ドッと出てきて止まらないような形になっているかなと考えてますので、 M3 についてもですね、明日以降も下落トレンドで見ていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9508の九州電力ですね。九州電力はですね、リスナーさんから、いただいた銘柄になりました。団長もですね、今日ですね、寄り付きからエントリーして、今日ですね、しっかり取れました。本当にリスナーの方ありがとうございました。こちらですね、なかなかいいチャートの形してたと思いますね。950円の節目抜けるところを、朝方からですね、待ってまして、抜けたところでエントリーして、今日ですね、しっかりこの陽線取れたといった形になってます。この形よ、やはり良かったですね。詳しくはですね、昨日の、団長の解説ですというようなですね、動画作成させていただいて、そちらでコメントさせていただいてますので、ぜひですね、そちらも一緒にご視聴してみてくださいという形ですので、今ですね、順調に伸びてきましたね。下から数えて 1,2,3,4,5,6,7 ですね。団長ですね、今日これ一本取りしてもいいかなと思ったんですが、少しですね、様子見してきたかったので、今日はですね、引き続きキープしたといった形です。明日以降ですね、1000円抜けてくるところ、本当に強いですね、綺麗な、パンパカパンになってくるかなと考えてますので、やはりこういったポイントですね、パンパカパンになりたて、ここですね、パンパカパンになって950円の節目抜けて上昇しているといった形ですので、明日以降もですね、九州電力については注視していきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。
はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9513の J パワーですね。こちらもですね、団長にエントリーさせていただきました。ここですね、1800円の節目を超えたところで、ここですね、エントリーして、今日ですね、こちらしっかりと陽線と取れているといった形ですね。こちらも今パンパカパンですので、利確する必要はないかなというところですね。前の高値もしっかり抜けてきてますので、J パワーについてはですね、引き続きこちらもキープしていきたいなと考えております。週足で見てみますと、今日の時点で青の60周線ですね、移動平均線を抜けたといった形になってますので、こちらもですね、まだ上昇していくかなと思うんですが、やはり気をつけるポイントは紫ですね。ここに到達する前にこけてしまって、さらにですね、下落トレンドに入っていくことも考えられますので、こちらですね、 J パワーについては今パンパカパン中なんですが、少しですね、慎重にトレンドをして、トレードをですね、していった方がいいかなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は7713のニコンですね。ニコンはですね、今日も残念ながら陰線をつけてしまってるんですが、こちらですね、もう少しで押し目買いが入ってくるかなと団長は狙ってます。下から紫、青、緑、赤の綺麗なパンパカパン中でですね、こちらですね、明日以降で下半身をつけたところを団長はですね、エントリーポイントにしていきたいなと思ってますので、今週はですね、目が離せない銘柄になってくるかなと考えております。週足で見てみますと、こういった形ですね。下から数えると1周目、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11周目というところまで入ってきています。今青と紫の移動平均線の間に入ってますので、価格がですね、乱高下する可能性は多分にあるかと思いますので、注意をしながらエントリーする必要があると思うんですが、やはりですね、日足で見ると押し目買いが入ってきてもいいようなですね、なかなか綺麗なチャートをしているかと思いますので、こちらですね、明日以降も注視していきたいなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は2914の JT ですね。JT は団長はですね、先週の金曜日で利確してさせていただいたというふうにコメントさせていただきました。1900数円のところで利確させていただいたので、今日ですね、こんなに陽線立ってますので、本当にいい場所で利確できたかなと考えております。やはりですね、こういった形で下げててですね、日経平均が大きく下げてる中、 JT ですね、なかなか下げなかったので、やはりこういったところですね、1900の節目で底をついたということが判断できたかなと思います。これなかなかですね、団長も今までになかったような技術なんですが、日経平均が下げている中で下げ止まった時はですね、やはり一旦切っといてもいいかなということを勉強させていただきました。ということで、次ですね、 JT については今陽線で上昇してますが、ここはですね、団長は見送りたいと思ってます。先週の金曜日の時点でしっかりとした下半身をつけていますので、買いのですね、エントリーポイントではあるかと思うんですが、やはりですね、今紫、青、緑、赤の逆パンパカパン中ですので、団長はですね、この後どこかでこけるところを狙っていきたいなと考えております。週足で見てみますと、こういった形ですね。今紫、緑、青、赤といった形になってますので、ここですね、完全な逆パンパカパンにはなってませんが、下落トレンドでですね、追いかけてさらに下落していくところを狙っていきたいなと考えております。はい、続いては団長の鉄板チャートをお送りしたいと思います。続いての銘柄です。続いての銘柄は9508の九州電力ですね。時は2019年の11月の6日の水曜日です。まずこちらですね、こういったチャートです。上から紫、青、緑、赤、逆パンパカパンで下がってきたんですが、ここですね、価格の節目1000円で下げ止まりを感じるというところで、価格の節目ですね、こちらになります。この青のラインが節目なんですが、1000円を割り込まないというところで、ここですね、下げ止まってきてるんですね。で、ここの通常であれば、ここの鉄板チャートはですね、この紫抜けですね、ここの下半身もしくはこの紫抜けで一旦エントリーですね、買いでエントリーしてここを取っていくんですが、その後ですね、すぐやはり一旦こういった形で、横張るもしくは紫を割ってしまうということがですね、よくあるパターンだと思います。はい、ということですね、この紫抜けですね、紫抜けのところでの利確のポイントとしては、下から9日目ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、相場先生であれば、相場先生の方式で使うと、ここですね、この陰線、ここの陰線で一旦利確ですね。で、その後、ここからですね、戻して、
もう一度ですね、上がってくるところの下半身狙ってエントリーというのがあるかと思います。この形でいきますと、上昇して9日目で利確して、また下落するのを見てて、再度ですね、このあたりもろ分かれが発生すれば、そこがですね、エントリーポイントになってくるかと思います。この形で言うと、やはりですね、ここで再度エントリーしてもいいかなと思うんですが、その後ですね、なかなか上に上がらないといった形です。このチャートでは1100円がですね、価格の節目として効いてまして、なかなか上がらないといった形ですね。上昇しそうなチャートパターンなんですが、トライ届かずと、前の高値に届いてないというところで下落をしていくといったところですね。はい、ということでですね、今日の鉄板のエントリーポイントとしてはこちらですね、下げ止まりを感じて価格の節目1000円を割らないところにあったんですが、一旦上昇して、本来であれば上昇するパターンなんですが、これ残念ながら下落したといった形で、ここですね、重要な価格の節目1000円を割り込んできたところがエントリーポイントになるかと思います。理由としましては、節目割れですね、価格の節目割れおよび、移動平均線ですね、上から緑、紫、青、赤という形になってまして、この下落が続くとすぐですね、逆パンパカパンが発生するといった、間もなく逆パンパカパンの状態ですので、ここでのエントリーはあるのかなと考えております。こちら週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、先ほどのですね、1000円の節目、こちらですね、ずっと長いこと1000円を割らなかったといった形ですね。で、その後の上昇で、逆下半身発生。その次の週ですね、ここが、鉄板のエントリーポイントだと思います。陰線つけてまして、1000円を割ってきたといった形ですね。週足ベースで見ると、この時点ですでにですね、紫、青、緑、赤の逆パンパカパンになっているというようなところ、もしくはギリギリですね、間もなく逆パンパカパン状態といった形になってますので、やはりですね、日足、週足をともに、間もなく逆パンパカパン状態、ダブル逆パンパカパンになってますので、こういったですね、週足、日足ともに同じような、移動平均線の形になっているのは、なかなかですね、エントリーしやすいかなと考えております。はい、以上、今日は2021年3月8日の、月曜日ですね、団長ニュースの方をお送りさせていただきました。今日はですね、九州電力、こちらですね、しっかりした大陽線つきました。しっかりですね、いただきましたので、本当にありがとうございました。またですね、J パワーについてもしっかり取れました。本当にリスナーの方、ありがとうございます。引き続きですね、リスナーの皆様が、こちら注目だなというような銘柄がですね、あれば、ぜひともですね、コメント欄の方に記載ください。一つずつですね、また団長がコメントして、こういった形でですね、団長ニュースで取り上げさせていただきたいなと考えております。はい、今日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。